はい、ワード2、いらっしゃい。いらっしゃい。楽しんでて。なんかマイクの設定が、これくらいかな。はい、どうも、ワード2。はい、一応ワード2。お年玉ありがとう、スウィンドル。ありがとう。嬉しいよ。ありがとね。初アイテムじゃない？ありがとう。気持ちがいいっすね。お年玉ありがとう。ただまだ年明けてねえけどな。まだ年明けてないけどな。おはよう、ここは。おはよう。今日最後だね、ワード2。のんたん後ろに寝てるよ。のんたん後ろに寝てる。みんなにとってはどんな一年でした？今年の一年は。俺はいろいろあったな、ほんと。仕事し始めたり、配信やめようと思ったり。ねえ、いろいろあったよ。どんな一年だった？頑張った？配信でね、稼げるようになったり。おはよう、やみくささんいらっしゃい。人生何があるか分かんないね、ほんと。ほんとに何があるか分かんないよ。来年はどんな年にしたい？お、レクチーいらっしゃい。神社クッキーありがとう。なんかバイオハザードの動画見てるとバイオハザードやりたくなっちゃったね。和道さんのいろいろもっと聞きたい。何でも聞いて。何でも答えるよ。何でも聞いてね。私もいろいろありました。悲しい時もあったけど楽しかった。そうだね、いろいろあった方がいいね。クミちゃんいる？え、これクミちゃん？おはようございます。1年間お疲れ様でした。おはようございます。これあれかな、和道さんに会えたり、和道さんの配信に来れたり、
和道さんに闇って言われ続けたり、いろいろあった。え、俺に会ったことあんの、闇草さん。え、和道さんに会えた、俺に会ったことあんの。嘘。え、俺に会ったことあった、俺記憶ねえぞ。イグサって読むのこれ。イグサ、イグサさんね。俺漢字読めないから。あて？スキャンダル？何スキャンダルって。リアルではない。ああ、配信で出会ったってことね。スキャンダルって？スキャンダルないよ。まあ人生がスキャンダルだからね。人生がスキャンダルだから。なんだろうな。ワドツー。おー、ゆらさん、どうもどうも。フォローや配信はいつも見てましたが、初アイテム、初コメ、ありがとう、クミさん。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうね。この風船無駄にはしないからね。嬉しいよ。ありがとう。さあ、何語ろうか。おー、カズさん、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。カズさんから風船いただきました。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。いや、楽しかったっすよ、みんなのおかげで。ありがとうございます、カズさん。ありがとうございます。よいしょ。なんだろうね。和道さん、配信楽しかったです。来年もよろしくお願いします。ねえ、油乗ったよね、本当にね。油乗ったよ。いや、評価されると嬉しいっすよ、やっぱり。配信者は評価されてなんぼだかんね。今までさ、ほんとさ、ありがたいことにね、今ではさ、その、俺は自分で大手だと思ってないよ。俺は自分で大手だと思ってないけど、その、周りの人がさ、やっぱ配信で挨拶とか行くとさ、大手さんって言ってくれるようになったわけじゃん。うん。でね、おかげさまで配信でもね、食っていけるようになって。ああ、まあ、いろいろ考えるよな、本当にな。いろいろ考える。内容が濃かった。どうだろうね。俺はいつも言ってるけど、その配信でっていうよりも、その人生を映すツールでしかないと思ってるから、配信は。あんまりそのなんかこう作るコンテンツよりも、ありのまま晒すっていうのにこだわってやってきたからさ、ありのまま普通に淡々と続けるもんだと思ってるから、面白いことできるタイプだと思ってないのよ、自分で。エンターテイナーっていうよりも作家でありたいと思ってるから。うん。和道さん、来年日本回るんですか？あ、回る回る。うん。着々と準備を進めてるけど。いろんなものが見えてきたよ。でも、その、本当に3年。ちょっと待って、なんかゴミが汚いからちょっと雑巾持ってくるね。ちょっと今日は語るよ。ゆっくり行こう、ゆっくり。みんなも暇でしょ。ちょっと待って、ちょっと待ってて。
マイクさん、バーガープレゼント、バーガープレゼントありがとう。回った都市伝説つら、スマホとかで配信、キャンピングカーで配信。歩きますね、僕は体が移動手段なんで。この神様から与えられた体を武器にね、日本全国回りますよ。旅です、旅配信じゃなくて僕は旅をするんです。そこがね、こだわりですよ。企画じゃないよっていう、ね、人生を、人生、そう、企画とか、要はね、カメラが回ってるところと回ってないところで変えたくないの。島津高光も和道っていう言い方の、和道に統一したいんだよね。暇ですたい。その俺はさ、その作れるタイプとか演じるタイプじゃないのよ、どちらかっていうと。そのありのままもう持ってるもんで勝負するしかないタイプだから、器用じゃないんだよね。もう会えなくなる的な、いや会えるよ、全然全然会えるよ。アドツー、たくみさんいらっしゃい。たくみさんお疲れ様です、本当にお世話になりました。1年間、これからもよろしくお願いします。全然会えちゃうよ。あ、モニター切れた。会えなくなるっていうか、配信は全然やめる気ないよね、悪いけど。でもまあ落ち目は抜けたかな、それは感じる。落ち目は抜けた。おお、クミタンいらっしゃい。クミタン全然来なかったじゃん、どうしたの、浮気してたの。浮気してたでしょ、どこ行ってたの、何やってたの、どこで何やってたの。最近来なかったじゃん、忙しかった。旅に出たらホームページの更新は、ああ全然やるやる。ページはね、でもゆっくり1年ぐらいかけて作っていこうかなと思ってるよ、うん、ホームページでもね、ライターとしても稼げるようになりたいなと思ってるから、そのためのツールだから通したよ。バタバタで誰の配信見てなかった、本当に忙しかったんだ。結構来てくれてありがとう。よいしょ、よし。もうちょっとこっちかな。ワードターン押しだからね、うん、バガープレゼントありがとう、バガありがとう。
私もバタバタしてて、和道さんの枠挨拶だけして消えてました。参戦。でもね、ゆらちゃんは挨拶して潜ってるってイメージ、まあ見てんのか潜ってんのか俺は分かんないけど、挨拶だけしてくれる人だなと思ってたよ。うん、消してたんだ。うん、嬉しいけどね、挨拶してくれるだけで。全然ほら、ここはさ、人数集まる枠じゃなくて、どちらかっていうと内輪でまったりさ楽しむ枠だと思ってるから。わちゃわちゃしてなんま好きじゃないしね。半袖寒くないっていうか、寒いよ寒いよ、だけどその服を着るっていうことがあんまり好きじゃないんだよね。あんまり好きじゃないの、うん、できればその服なんていらないと思ってるから。ただ法律で引っかかるだけでしょ。法律で引っかかるから服を着てるだけであって、俺は服なんていらないんだよ本当は。うちは入れるように明日から配信参加しますね。えちゃんと来て出席して。まったり聞ける、うん、でもね、配信はね、みんなで作るんだよっていう感覚が一番楽しいと思うよ。そう、ラジオでもないしテレビでもないんだよね、動画でもないんだよ。やっぱりそのそこに参加してる今日集まってるメンバーで、だからライブに近いよね。ライブに近いっていうかライブだよね、うん、やっぱりそのライブとかコンサートとか行ったことある人だったらわかると思うけど、客のノリでその日の出来が変わるんだよね。だから1回しかないし、全裸でいたいっていうか、俺普段全裸だからね、うん、速度規制とかでコンビニのところで遊べるようになったから、コンビニのないところで遊べるようになったから、うん、みんなで作り上げる面白さ。そう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 、だからノリがすごい大事なんだよライブって。その時のノリが大事なんだよね、ノリが。そこがね、なかなかね、だから傍観してても見てるだけでもつまんないよっていうのはいつも言ってるよね。参加しないと、やっぱり普段全裸だね、家の中でパンツ一丁が全裸だね。あとその服を、服っていうものが、うん、なんだろう、そう、人となりを表すものじゃん。人間ってその視覚情報っていうのに左右されやすいから、でシンプルに行きたいなっていうのはあったので、いつも真っ黒でこの格好でしょ、あの同じ T シャツだと思うんだけど、もういいやと思って、服は変えたくないと思って、うん、もう全部安いね、その辺で売ってる、その辺つうかファミリーマートで売ってる無印の T シャツだけしか買ってないもん。もう服を買うのやめようと思って、その、うん、もったいないと思って、時間が、服はもうこれでいいやと、黒好きだしシンプルで無地でいいや、これからはね和道 T シャツ、自分のね、自分のグッズを着ていこうと思うけど、自分のグッズの宣伝を変えてね。はい、ワード2、古代さんいらっしゃい。新しいフォロワーさん、ヘンテコウサギさんフォローありがとう。今日夕方から実家行くから、また数日間見れない、 Wi-Fi ないし。あ、そうなんだ、いいじゃん、実家でまったりしなよ。今日でスマップ最後だけど、本人たちのコメントがなくて寂しい。和田さんはどう思いますか？どうも思わないよどうも思わないよ、うん、スマップじゃないもん俺。黒好きだけど洗うと薄くなるのが。そうだね、このジーパンももうだいぶね灰色っぽくなってきちゃったけど、
黒っていいよね。黒好きだわ。スマップね。まあでも正しい判断だと思うよ。やっぱ仲が悪くなったメンバーとはやっていけないっていうのは、俺は普通のことだと思うから、正しい判断だと思う。男は黒。白がね、似合う男はかっこいいけどね。腹黒くなるように頑張ります。 黒が好きなんだよね、子供の頃から。だからもう部屋の中真っ黒でさ、壁紙もペンキで黒く塗ってたんだけど、ばあちゃんがよく怒ってたよね。やっぱ暗い色を着るとそういう人間になるからって言われたけど、でも子供の時からそれが好きなんだからさ、俺はとやかく言うなっつったけど、かっこいいよね、黒ね。解散は寂しいけど仕方ない。いきなり変な質問でごめんね。全然いいよ。まあ、始まりがあったら終わりがあるから。これは普遍的なことだから。永遠はないんだよ。永遠はこの世にない。始まりがあって終わりが必ずある。だから救いがあるんだよ。永遠っていうのは実は綺麗なものじゃなくて汚いものだからね。よくね、永遠の命が欲しいとか言う人いるけどね、ああ考えてない人だなって思うよね。思考してない人だなっていう。そう。だけど、終わりがあるからまた次の始まりがあるんですよ。終わりがあるから次の始まりがある。終わらないものはない。そこから逃げられない、この宇宙に存在してる以上ね。終わり来るよ、終わり来るよ。いつか死ぬんですよ。いつか死にますよ。だけどそれは昔のね、高級時計にね、刻まれてたんだけど、メメントモリって書いてある。昔のね、高級時計とかによくメメントモリって書いてあるんだけど、メメントモリってギリシャ語かな？死を思えとかいう意味かな。死を忘れるなとか、教訓なんだよ。ドクロのマークと一緒に入ってんだけど、メメントモリって。ギリシャ哲学でしょ。死があるから生があるっていう。終わりがないと新たな出会いもないし、形あるものはなくなる。諸行無常ってやつですね。諸行っていうのは全ての万物みたいな意味なんだけど、諸行って万物でしょ。無常っていうのは無が常っていうね。終わりが来る。永遠なんてものはない。全てね、心もそうだし、全部諸行無常なんだよ。震災があった時に瀬戸内寂聴が震災のメッセージでそれを言ってたよね。諸行無常だよって。だから永遠なんてものはないから津波で町は滅んだと。であなた方は今悲しみに暮れてるだろうと。だけどその悲しみもまた諸行無常だから、いつかそれは薄らぐものだから、全て諸行無常だからねって言って。街も人もね、天災で亡くなったけど、あなた方は悲しみに打ちひしがれてるけど、その心もまた諸行無常だから大丈夫だよって言って。そうだね、今しか生きれないからね。まあ年取ってくるとね、毎日が早いから、できることも少なくなってくるし、限られてくるよね。だから
なんつうの、子供の時みたいなさ、青春みたいなものっていうのは帰ってこないわけじゃん。青春を生きることはできると思うんだよ、大人になってもいくつになっても。青春っていうのは心の問題だからさ。でも俺の中での青春の定義っていうのは、何か大切なものを失う儀式って呼んでるんだけど、そう、大切なものを失うくらい、その夢中になれる何かを持ってる時期のことを青春って言うんでしょ。わちゃんはつばにゃんとアンチ配信者どっちの味方なのさ。そういうね、くだらないこと考えてないね。その俺はその世間体とかさ、誰がどうっていうのは気にしないから、そう、俺は好きか嫌いかだけしか言えないよ。だからどっちの味方とかそういうくだらないの嫌いなの、派閥とかも嫌いだし、だから配信者になったわけよ。自由を求めて配信やってるわけだ俺は。言いたいこと言うためにやってるわけよ。属さないためにやってんのよ。群れないためにやってんのよ。そう、だからどっちの味方とかないよ。だから彼女がリスナーさんと喧嘩とした時ですら俺そういう感じでしょ。彼女を味方につく気もリスナーさんの味方につく気もないよって。だからドライに見えるだろうね、そういう時は。俺に思いが深い人ほど冷たく感じるかもしれないけど、俺はそういう人間ですよ。自分のことは自分で決める。一生青春してたい、そういう生き方ができるかどうかだよね。そういう生き方が。あっという間に年を取る。そうだね、人生一瞬だよね。わしはツバニャンがスケープゴートにされてる風にしか見えんねや。スケープゴートっつうか、だから、わかるよ。だからいじめに見えるってことでしょ、要は。やりすぎなんじゃないのって。でもね、結局ツバニャンがそれを求めてるから、結局彼女がやってることっていうのはそれが美味しいっていう風に感じてるわけじゃん。だから周りも乗っかってるわけだから、だからそう、よく言うんだけど、いじめといじりは違うよって。でも、いじりといじめっていうのは紙一重なのね、本当に。例えよくさ、芸人さんがやるといじりになるんだけど、学校でそれを真似するといじめになるっていう問題があるけど、いじりっていうのはプロの技術なのよ。で、ぶっちゃけた話、いじめって面白いんだよ。面白いことって人の不幸なの。お笑いを定義すると、配信もそうでしょ？面白いことって悲しいことだったりとか、そのいじめの属性というか辛いことであったりとか。だから俺はよく言うんだけど、そのやっぱ配信者は芸人さんにすごい近い部分があって、信頼してる仲間とあったりとか、自分っていうのをいじめ抜けるかどうかだと思ってるの。で、信頼してる仲間だったらいいんだけど、信頼関係を作ってないでそういうことをやるといじめだよねって。信頼関係ある人がやればいいんじゃないの？それはいじりだから。で、いじりが美味しくないって感じるんだったら芸人やめなさい、配信者やめなさいって話でしょ。いじられてありがとうって言えるようになんなかったらもう面白くなんないからね、その人は。だからいじりができない、いじられて美味しくないって感じる人は配信向いてないよね。でもそれは実はそのいじめじゃなくて技術に裏打ちされた面白さなんだよっていうことも理解してみないとダメだよね。真に受けちゃうようになるから。もうね、はっきり言ってね、大手にプライバシーとか人権とかないから大手配信者にはそんなものないから、肖像権とかないから、もうネタだから、人にああだこうだ言われるっていう職業なんだよ、それで飯食ってて金もらってる以上さ。だから俺もいろいろ言われてるけど、
いろいろ言われたら花だと思ってるね。言われてるうちが花、言われなくなったら終わりだよ。まあ悔しい時もあるけどね、いつかまあ見てろよっていう感じだよね、まあ見てろよ。のんたん寝てるね、後ろで。疲れてたみたいな。わしら閲覧者は配信者同士のやりとりは全てネタって判断すべきか。だからいつも言ってんだけど、ディズニーランドに行ってあん中におっさんが入ってんだよっていうやつは楽しめないやつだよ、ディズニーランドに行ったら魔法の世界に酔いしれるって、ミッキー抱っこしてって言えるやつが楽しめるやつだよね。わかる。闇将軍テレビ出たん知ってるけ？知ってるよ、っていうか前の日にもう予言してたよ、テレビ出るよって、知ってる知ってる。リスナーさんから電書バト来てるから。ダメでしょ、要はね、ああでもないこうでもないって言ってる位置が一番楽しいんだよ。だからね、俺はよく言うんだけど、台本だって言われる配信ほどいい配信なんだよ。要はなんかちょっとリスナーが知ったかぶって、これ台本だよって言ってるぐらい、要は台本だっていう確信があったらさ、そのショーを見れないわけじゃん。要は台本だか分かん、台本じゃないのか分かんない段階だから、そういう知ったかぶるやつが出てくるんだよ。これ台本だからって、要は台本だからって言われるぐらいが一番いい配信。真相が分かんないからリスナー同士議論、もう次の日も見たくなるわけよ。これどうなんだろうどうなんだろうって、そういうもんだと思うよ、台本って言われる配信ほどいい配信。本当にみんながみんな台本だって分かってたらそんなコメントないからね。タバコは一日一箱かな、だいたい一箱だね。増えたことも減ったこともないかな。アイラすげえな、今月だけで200万稼いだんか。200万いってないか、150万ぐらいか。わしは1年前にネット生配信見始めてから、配信閲覧どっちも、配信閲覧どっちも不向きって言われてる。誰に言われてんの誰に言われたのか気になるけどね。お前閲覧向いてねえよっていうシチュエーションがよくわかんないから、誰に言われたの不向きって。逆にそれが気になるんだけど、こうやってさ、スマホでさ、配信見ててコメント打ってて、友達が、おい、お前配信見るの向いてねえよっていうシチュエーションがわかんないわ。誰に言われたの？何それ？どういうこと？ブルさん、お世話になりました。ブルさん、ありがとうございます。良いお年を。ありがとう。ブルさんにとっても、いい一年になってくださいね、来年。僕、ブルさんの顔つき好きっすよ。浅井さんと一緒で。天下掴んでください。かっこいい男になってください。よいしょ。ありがとうございます、ブルさん。
あ、もう一発来てる。1回、2回、3回、4回、5回、6回。ありがとうございます。カウントダウンやる？いや、まあ一緒に過ごしたいっていう人がいるならね、やるけど全然。やっちゃう？カウントダウン。もうずっと寝てたからね。ここ5日3日ぐらいかずっと寝てた。いやそんな重くないよ。6キロぐらいかな。そんな重くない。6キロぐらい。これ何キロだろうな。1個の重りが 2.5 だから2個ついてるから5キロでしょ。で中の棒が1キロだから多分片方6キロだと思う。6キロ6キロだね。でもうちょっと重り増やせるからだんだんきつくなってきたら重くしようと思ってて、これでもね多分ね100回200回ぐらいやったらもう限界くるから、次の日筋肉痛くるから多分これくらいの重さがちょうどいいと思う。きつくて上がるか上がんないかっていう。重たいね。あでもねちゃんと筋トレやってる人からしたら軽いっていう、うん、多分ね中身砂なんだよこれ。そんなに重たいやつじゃない。でも昨日ね600回正拳突きやって肘が痛いよね。やっぱ600回でも結構来てるね。配信するなら私は見るよ。カウントダウンか。どこでやろうかな。カウントダウン、どこでカウントダウンすべきかな。あ別に家でもいいだろうけど。初詣はどっか行く。まあのんたんがなんかその家のなんかあるらしいからついてくんじゃないのかな。なんか家でそういうなんかあるらしいよ。うん、うん、初詣でね。去年明治神宮行ったんだっけ。去年確か明治神宮行ったはずだね。あんまり考えてないね。一緒に行く？一緒に行く？靖国行って初詣するところ。靖国はやっぱ終戦記念日って感じのイメージだけどな。行く人は行くんじゃない？だけどまあ右翼の人だろうね。行くとしたら靖国はやっぱ終戦記念日
ブワーって人が集まるって感じだね、俺のイメージだと。靖国神社はね、結構特殊なところだからね。普通の施設と、普通の神社とはね、ちょっと性質が違うからさ、あそこは。だったか。コーヒーばっかり飲んでるな。このまんま家は残していく。だから稼がないといけないんだよね。わしがリスナー奮起の理由が配信する気ないのに顔写真プロフィール正直すぎやて。おお、いいんじゃん。ネットにルールはねえかんな。好きなようにやればいいんだよ。向いてる向いてないもないよ別に。向いてるとか向いてないとかね、他人の評価気にしてたら疲れちゃうよ。好きか嫌いかだけでいいんだよ。自分が好きなのか嫌いなのかだけで。配信でね、死ぬほど稼ぎたいよね。死ぬほど稼ぎたいね。これでもかっていうぐらい稼ぎたいよね。全然いるっしょ。信用第一って考えてるだけ。なんか難しいこと考えてんだな。真面目なんだね。俺は顔出しするのは別に面倒くさいからっていうだけの理由だよね。顔出した方が楽だからっていう、それだけだよね。別にラジオ配信でもよかったんだよな、今考えると。顔出しする必要なんかなかったもんね。面白い配信別にラジオでもできるからね。やろうと思ったらいくらでも。
わしが常習虚言癖でたらめ人間が多い西成住まいなんか影響してると思う。西成か、特殊だね。日本で唯一のスラム街だからな西成は。虚言癖っていうかな、まあ、人間が最後に行き着く場所だからな西成って外人は顔出し当たり前の風潮です。っていうか、なんで、Facebook がアメリカで西洋人流行ったかっていう時のインタビューのレポートがすごい面白くて、俺は目立つためにやってんだよっていう。自分の顔を売るためにインターネットで活動やってるんだっていうらしいよね。なんか、自由、日本で言うところの自由っていうのが、アメリカと認識がだいぶ違うんだよ。向こうの自由ってフリーダムじゃないんだよね。リバティの考え方があって、なんつうんだろうな、顔を出さない人の発言っていうのは信用されない情報だっていう風に考えるの。顔と名前と住所とっていうのを晒すから責任を持ってこの情報を僕が担保にしますよっていう情報じゃん。日本人っていうのはさ、そういう情報に対するリテラシーが低すぎるんだよ。情報っていうのは実は誰かの意見じゃん。で、その誰が発言してんのかっていうのがすごい重要なわけよ。過去どんな発言してるのかとかさ。で、どういう生き方をしてたのかっていう。そういうのを、で、しかもその情報が正しかったりとか社会的な評価になったら、その名前にデータベースとして信用が蓄積されるっていうのをよく理解してんの、彼らは。だから何を言うのかよりも誰が言うのかの方が大事だっていうことを西洋人は理解してるんだよ。だから顔を晒して自分が言ったことに責任を持つっていうことなんだよね。それが本当の自由でしょ。何でも何でも言えるっていうことと、何でも責任を持って言論の自由は認められてるけど、本当の意味での言論の自由っていうのは間違えた時にも責任を負いますよっていうことじゃん、簡単に言うと。当たり前でしょ。だから2チャンネルの情報とかを信じてるっていうのは終わってるよね、簡単に言うと。何でもかんでも言いたい放題書けるっていうことと、は自由とは違うと思ってるよ。日本はまあ無理じゃないかな。そうそう、自由と責任がセットになって初めて効果があるっていうのがよく理解してるんだよ。日本人もそうならないかじゃなくて、だから日本人もそうならないかなっていう考え方が日本人的なんだよ。僕はどうしようなんだよ、本来は。だって国ってさ、自分たちの集合体でしょ。俺もそう思うけど、俺はそういう生き方がダサいと思ってるから、俺は顔出して発言しようと思うよ、やっぱ。だし俺の場合記録が残るわけじゃん、アーカイブがさ、上げ足取られやすいわけだよね。だからね、間違えたら間違えたってちゃんと認めないといけないしさ。そこは自分の発言に責任持つようになるでしょ。でもね、本来はネットに限らずそれが普通なんだよ。それが普通なんだよ。そうやって社会は回ってるわけだからさ。そうじゃないと社会が回んないよ。うちは自分に自信ないから顔出しはあまりできない。Facebook 怖い。そう。俺 Facebook めっちゃいいツールだと思うけど。
Facebook で配信してきます。また戻ってきます。いってらっしゃい。俺は Facebook 別にいいツールだと思うけど、ビジネスやってた時はすごい活用させてもらってたし、 Facebook ないとビジネス回んなかったけどな、友達限定にしてたら出す。おお。まあだからそのインターネットってさ、ほら全世界にその何かを表明するためのツールじゃん。クローズかオープンかの違いだと思うけどね。でもまあ俺ここまで来たら、ここまでインターネットが普及したら、もうネットとリアルを分けるっていうのはちょっと無理があると思ってるけどな。多分ね、それが古い考え方になるんだよ。もうネットで簡単に発言できて、要は普段の生活では言わないことをネットで言えるって言うってことはさ、なんかネットの世界の方が本音で話してるような、本音が言えるツールみたいになってるかもしれないけど、リアルで言えないようなことっていうのは結局本音でも何でもないんだよね。でしょ？顔と姿隠せるから本音が言えるっていうのはさ、違うじゃん。それってただの陰口じゃん。そう思わない？それはいい発言にしろ悪い発言にしろね。だから一般の人よりもそのネットとそのリアルの区別みたいなものはないかもしれない。俺はネットだからこうっていうのはないね。埃が溜まってるな、おい。埃がすごい溜まってる。お掃除やってない。普段綺麗にしてる。おー、便所さん、ありがとうございます。良いお年を。こちらこそです、本当に。いろいろありましたね、本当。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。お掃除仕上げだ。今日はね、棚を買いに行こうかなと思って、セリアって言って、100均があるんだけど、そこでね、棚が売ってて、向こうの方の、自炊する用のね、調味料の棚作ろうと思って、この棚がセリアで売ってる棚なんだけど、これ3つ？そう、こういう棚をいっぱい買ってこようと思ってる。これ100円なんだよ。私の娘が Facebook やってて、たまにあなたの友達じゃありませんかってメールが来る。あ、シャドウファイルってやつだね。Facebook っていうのは CIA と手組んでさ、いろいろやってっから。
シャドープロファイルってやつ、それは。要はね、あの携帯の中のその電話情報とか電話帳全部抜かれてんのよ。Facebook 怖いっていうよりももうそれが当たり前だから、娘が Facebook やってたら自分の個人情報間接的に抜かれてるようなもんだから。で、Facebook の登録者数って確か16億人なんだよね。だからね、もう全世界の情報ほぼ網羅できてるようなもんなんだよ。ザッカーバーガー頭いいよ、やっぱ。後発の IT でよくやったよね。天才だよね。さすが Google 超える企業を作ろうとしてるだけあるよね。志が高いわ。でもあの関明夫のさ、都市伝説見ててすげえと思ったけど、ザッカーバーグがあのなんだっけな、ロックフェラーの孫っていうのが面白かったね。デビッド・ロックフェラーの噂があるっていう、すげえなみたいな。面白かったよね。デビッド・ロックフェラー6回心臓の手術受けててクローン人間だとかさ、よく考えるよな。こじつけでも面白いよね。ノロやインフル怖くてでかいいや違うでしょ、それは汚いよ言い方、それは汚ねえよ言い方。そうじゃないんだよ、出かけたくない理由をノロウイルスとかにしてるだけなんだって。怖くてじゃないの、出かけたくないんだよ。レクチはそういう人間なの。それをいろんな理由をつけて出かけたくない理由を探してるだけなんだよ。だ本当はね、ノロなんかどうでもいいんだよ。いやそうでしょ、本当はどうでもいいんだよ。ノロウイルス怖いとかじゃないんだよ、インフル怖いとかじゃないんだよ。もう出かけたくないんだよ、とにかく引きこもりたいんだよ。その理由を巧みに探してるんだよ。都市伝説で調べたら黙る女って出てきた。これ本当？なんでさ、なんで知ってる前提なの？俺初めて聞いたんだけど黙る。なんかさ、俺のリスナーってさ、俺が何でも知ってる前提で話食ってくるじゃん。俺を何だと思ってんの？俺何でもないからね。俺都市伝説コメンテーター名乗ったことねえぞ。なんで和道は何でも知ってる前提で話を振ってくんの？おはよう、エミちゃん。うん。よいしょ、よいお年を。なんかね、みんなね、なんか俺を何かと勘違いしてるんだよね。生き字引き、長老でも何でもないからね俺。答えなきゃいけない雰囲気作んのやめてほしいんだよね。何でも答え、物知りだから黙るもんな。初めて聞いたぞそんな。ただのね、おっさんですよ僕は。裏社会詳しそう。裏社会の都市伝説は、
ブロック解除のことはね、一言言ってあげるよ、スウィンドル。はっきり言うよ。ブロックされるっていうのは、相手にとって嫌なことをしたんだよ。だから、ブロック解除されないっていうのは自分の責任だと思った方がいいよ。これは配信者だから言えることだけど、ブロックされる人ってね、やっぱ迷惑なことやってるよ。どんな人でも。その自覚がないのが一番ね、良くない。やっぱね、ネットだからって、リスナーだからって言ってね、選ぶったらダメだよ。やっぱ人間と人間の付き合いだから。で、便所さんにブロックされたんだったら、それは便所さんに対して失礼なことをしたんだから、まずは謝るべきだと思うよ。何かあったんですかって、もし何かあったんならすいませんって言うべきだと思うよ。そう。それはね、配信者やってればわかる。ブロックされるっていうのはよっぽどだから。お付き合いしたくないって言われちゃってんのよ。リスナーもさ、配信者選べるけど、配信者だってリスナー選ぶ権利あるんだぜ。便所とカカはおちょくりがいい。ダメダメダメ。それ、だからさっきも言ったじゃん。いじめといじりは違うのよ。で、そのスウィンドルからしたら、便所太郎と香川さんはって、そのもう友達みたいな感覚あるかもしんないけど、便所さんとかはさ、1万人とか相手にしてるわけじゃん、香川さんとかも。そうで、知らない人から「何こいつ」って思われたらブロックするよ。だからね、距離感を間違えてるんだよ、ブロックされる人って。わかるよ、わかるよ。これダンベルの重り、わかるよ、スウィンドル。だけど、好きだからこそ、やっぱりリスペクトとか関係を作ってからいじるようにならないダメよ。俺さ、ちょっとノンタンと出会って感動してるのがね、俺ね、現代社会で物を直すっていうことすごく大事だっていうことに気づいたの。物を直したこと最近ある？ないでしょ。俺今日多分東急ハンズ行って蛇口を直すんだよ。蛇口のパーツ買ってきてノブを変えるの。あと服が破けて新しいジーパン買おうかなっつったんだけど、ここ縫ってるの赤く。ここ穴開いて新しいジーパン買おうっつったら、ノンタンが縫えるよっつって。そう、物を直すってめっちゃ大事だし、愛着湧くよ。俺革製品好きなのは壊れないからだけど、どんなものでも人間で直せるんだっていう感動が今あるんだよ。このジーパン10年履けるんだよ。そう。そう。直せるって。直すっていいぜ。直すってね、すごいよ。かっこいいよ。いきなりだとブロックされちゃう。そうそうそう。100均のものとかすぐ捨てちゃう。そうそうそう。安かろう、悪かろう。で、なんか世界に1個のものになるわけじゃん、直して使うと。やっぱね、直すってかっこいいなと思ってきた。直すっていう行為がかっこいいよね。そう、捨てちゃったりするじゃん。いいぜ。直すってかっこいいよ。なんか直すっていいぜ。俺がね、今年の最後に得たね、新しいなんかこう、感覚。直すってかっこいい。買うってダサいなって。リメイクっていうのかな。俺の中で今流行ってんだよね、直すを。直せる男になりたいね。直せるってことは作れるってことだから。もしかしたらね、買うっていうのはね、人生で一番楽な選択かもしれないんだよ。そうそう、クリエイティブな匂いがするんだよ、本当に。ジーパンを直すやつって今時何人いるんだろうと思って。この
ね、2016年にジーパンの穴を自分でほつれを直すやつって多分100人に1人いないよなっていう感覚があるのよ。そう。それってやっぱいいよね。それっていいよ。俺らは直せる男になろうよ。おい、つかすちゃんいらっしゃい。つかすちゃん、来年もよろしくね。おはよう、あやか。かっこよかったよ、ワードパーカー。似合ってたよ。ありがとね。爪切ってんの何回見たか。それ爪切るでしょ、人間なんだから。母親になんでそれ宗教かって言われた。宗教だって言ってやれよ。何が悪いんだよって。宗教だよって。今日本で一番熱い宗教だって言ってやれ。てか何、実家に母親に会いに行くのに和道パーカー着てったの。狂ってるな。実家で母親に会いに行くのにさ、和道パーカー着るってさ、もう信者だよね。あのパーカーかっこいいよな。あー、美咲ちゃん届くの来年なんだ。いいね。みんなで来てリアドしに来て。ワードパーカー、ぼったくり。もう開き直ってるから、グッズはもう、あ、ぼったくるって決めてるから俺。要はね、もうね、あの高いものを着てほしいよね。無駄に高いものをワードリスナーには着てほしいから。コンビニとか着ていくとみんなチラッと見る。アクセスしてるんだよ、多分。ちょっとパンキッシュだよね。うん、テイストはね。わかるわかる。グッズもね、新しいデザイン出さないとな。まあ、かっこいいよな、あれ。
欲しいけど高い。金欠買っちゃってよ。金があるときに買っちゃいな。まあグッズは高めの値段出せばいいと思う。そうなんだよ、結局ね、あの商売って欲しいものの欲しい人が買えばいいわけよ。そうだから、買う人は買うから、で買わない人は買わないから。俺が目指してるのはカルティエとかさ、ベルルッティとかだから、うん、そう、あのなんつうの、ユニクロじゃないんだよっていうね。おいコッペ、お疲れ、来年もよろしく。そう、買いたい人が買えばいい、買いたくない人は買わなきゃいい。大きいからサイズの問題？いや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 、あれ XL まであるよ、服。何言ってんの？服ってあれ色も選べるんだよ。何言ってんの、クミタ知らないの？これさ、サイト行くじゃん。これ例えばこのパーカー欲しいなと思ったっすんじゃん、デザイン。そしたらここでサイズを選択って言って、S から M、L、XL、XXL で女の子向けのキッズ向けのサイズまであんのよ。150、130、110って。で、例えばこのパーカーで赤色ないかなっつったら赤をクリックすんの。そしたら赤くなんのよ。だから自分の好きなサイズ、自分の好きなカラーで好きなロゴを当てはめることができるのよ。あ、偽物、偽物。偽物ブロックしていいよ。なんか最近なんかアンチが裏でやってんだよ。だからサイズは全然問題ないよ、ここでサイズ選べるから。 XXL あるから、うん、自分の好きなサイズ選べばいいの。 T シャツも同じね、 T シャツも全く一緒。知らなかったんだ。 153cm、 48kg で普段の服は S サイズ。今回 S サイズ選んだけどかなりゆったり着れたので、ワンサイズ小さくてもよかったかも。あー、そうだった、うん、そう考えるとノンタンがいかにガリガリかわかるね。ノンタンと同じ身長で、ノンタン俺と出会った頃 38kg だったからね。ノンタンがいかにガリガリかわかるわ。最初見た時ほんと漫画みてえな体だなと思ったもん。漫画みてえな体だ、ほんと飲んだ。最近太らせたけどね、42kg ぐらい。それでも42kg ぐらいだけど、最近ムチムチしてるよ。バストとか何センチとかわからない。バストとか何センチ、あー、ね、でもパーカーってでもバストとか別に気にしなくないか。うん、XL とか大体わかるんじゃないの、うん、でもパーカーは大きめで着た方がかっこいいよね、ダボっと。おっぱいでけえな。たくみさん着れたら買う。たくみさんでかいよ。たくみさん結構俺と同じ身長で100キロだったかな。たくみさん横幅かなりあるからね。170で俺と同じ身長で100キロっつってたから相当でかいよ。袖が長い、ダボっと着てる方が可愛いよね、パーカーは。うん、女の子もダボっと着てた方が可愛い。俺も結構大きめの買うかな、パーカーとかだったら。俺腕長いからさ。あ、そうそう、のんたんがシャツを作ってくれたんだよ。なんか楽天かなんかでシャツを安いシャツを買って、ね、ボタンとか全部付け替えてくれたの。 Y シャツ買ってくれたんだよ。着てみる？
似合うかな。ワイシャツあんま最近買ってなかったから、のんたんがなんか和道に着てほしいって、うん、XL はかなりでかいと思うよ。男の XL だと思う。ただね、太ったからね、着れないんだよね。太ったから閉まんないんだけど、ボタン全部赤に変えてくれたんだよね。髪がダサいね。腕の丈も結構いい感じで。ダメだ、ちょっと太りすぎたわ。閉まんない。ピタピタ。太りすぎた。あ、ピタピタ。ピタピタ。いや、ピタピタだわ。入らない、ウエストは。ピタピタだわ。ね。ウエストが細すぎる。かっこいいよね。私デブだからワンピースになるかな。どうだろうね、うん、痩せないとな。のんたんの服これね、せっかくだから着てあげたいから、ちょっと痩せよう。腹がもう10キロ太ったかんな俺。腹がデブデブだよ。女の子はね、ムチムチしてる方が可愛いよね。胸がでかい。おっぱいでかいんだ。ギター欲しいな、レスポール欲しいな。行っちゃう？レスポール、うん、SG も軽くていいんだけどね。ギブソン重たいからね。 SG もかっこいいんだけど、俺は SG 似合わないだろうね。やっぱレスポールの方が似合うだろうな。 SG かっこいいんだよ。軽くてね、ライブパフォーマンスできるからね、いい感じなんだよね。フェンダーっぽくないよね。
SG 似合うか。あれでもかっこいいよね。角生えてるみたいだね。胸でかいと服が難しい。M サイズ入るけど胸がパツパツになる。おー。フライング V。いやー、ダメ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 。ダメダメダメ。俺はね、なんかね、メタルっぽいギターとかあんま好きじゃないんだよ。フライング V、メタルっぽいっつうか、ちょっと俺は好きじゃないね。どうしたらあんなの作ったんだみたいな。嫌いだな。なんであんな設計になったんだろうね。H カップか。あとあれが、グレッジのギターかっこいいよね。ほぺちゃんまいらっしゃい。グレッジのギターかっこよくない？グレッジ。なんかもう、でかくてさ。あれは何なんだろうね。セミアコ、セミ、なんだろうね。H カップか、すげえな。おっぱいはね、でかい垂れるからね、必ずね。ジャズギターも渋くてかっこいい。ギターっていいよね。ギターっていいよね。年いくと張りがなくなる。じゃあ10代の子とか本当に水弾くもんね。俺はだけどあれだな、年いってる方が好きだな。こうやって真ん中から弾けるように設計されてんだ、フライング V って。あ、そういうことなんだ。上に上げてここに間、腕が入るような設計ってことなんだ。あ、知らなかった。そういうことか。まあ理にはかなってんだな。あ、そういうことか。それを下げて弾いてるからああいうことになってんのか。わけわかんなくなってんのか。勉強になるわ。も女の子は大変だよね。背が高くなりたいとか小さくなりたいとか、おっぱいでかい方がいいとか小さい方がいいとかさ、髪はロングだとかショートだとかさ、大変だよね。悩みは尽きない。楽しいのか。でも身長150センチだと不便だよね。のんたんに上の棚からなんか取ってって言われた時、あ、大変だなと思った。あ、ほんと女の人の化粧大変だよね、あれ。あ、そうそう、男は分かんないかもしれないけど、女の人って化粧するのって、彼氏のためにやってんじゃないんだよ、あれ。あのね、化粧するようになると、男も化粧してみると分かるけど、あれってね、やっぱね、自分が綺麗なのが嬉しくて化粧をやってるんだよ。だから女の子の化粧を褒めるやつがモテるんだよ。あ、いいじゃん、いいじゃん、ショート。年いくとすっぴんが家にある。ノンタンずっとすっぴんだけどね。
のんたんは全然メイクしない。お出かけの時だけメイクする。ね、綺麗な自分でありたいんだよね、やっぱ。だから女の人メイク長いんだよ。あれ、自分に向けてやってるんだよ。おはよう、さくらちゃん。おはよう。ほぼすっぴん、でもまあね、女の人はね、美意識高い方がいいよね、やっぱね。ただもう俺、ネイルがどうしても許せないんだよな。なんか、ネイルやってるだけでちょっと引いちゃう自分がいるんだよね。ネイルしてる人と付き合ったことないかもしんない。なんか、家庭的な匂いがなくなるんだよね、ネイルすると。あ、料理できなさそうってなっちゃう。髪セットするのとかめんどくさい。私は G カップ両方で 3.6 キロぐらいあるけど肩凝る。151センチ。あー、おっぱいでかいって悩むんだ。やっぱ背低いのは嫌だ。背低い悩みっていうと、たまに意地悪い女に可愛いこぶってんのとか言われるからすごい腹立つ。あー、でも俺はやっぱ小さい方が好きだけどな。あ、ネイルやってるん、ネイルしてるとね、なえちゃうね、俺は。なんか爪はあんまいじってない方が好きだね。でもやっぱおっぱいでかいのは武器なんじゃないの。おっぱいでかいのいいと思うけどね。悪いことじゃないでしょ。まあ、肩が凝るとかあるかもしんないけど。でもその哺乳類のさ、おっぱいがここにあるっていうのは結構変なことらしいよね、構造的に。あれってその男の性欲を駆り立てるためにここに上がってきたって言われてるんだよ。そのお尻に見立ててるらしいよ。その動物ってバックでそのセックスするか、だから お尻がセックスシンボルなんだけど、おっぱいがここにつくことによってお尻に見立ててるって。その正常位する、正常位でセックスするのって人間だけらしいんだよ。垂れるからやだ、垂れるからやだ。いや全然寝てますよ僕、むしろ寝すぎてるぐらいだ。大変なんだ。でもね、俺はね、いつも言うけど、おっぱいは大きさじゃなくてね、フォルムだっていうことを言ってるよ。そうね、フォルムなんだよ、おっぱいって。そう、おっぱいをね、語り尽くしたことがあって、学生の時に。結論、おっぱいはカップじゃなくてフォルムだっていう結論に至ったよね、会議の結果。中学3年生か2年生の時に会議を徹底討論したんだけど、おっぱいはフォルムだって。Thank you.
バーガープレゼントありがとう。バーガーありがとう。シャカ元気よ、うん、シャカ元気。モンタンが可愛がってる。シャカがねお気に入りだったおもちゃを俺が昨日壊しちゃったんだよね。年取るとブラで見た目かっこよく見せれるけど、なんかこう上なんつうんだろうね、そうなんだよね、おっぱいってね、そうなんだよね、難しいよねおっぱいって。おはようにくん、バーガープレゼントありがとう。おっぱいは深いよ。おはよう大輔さん、おはようございます。なんかあれだよね、でもノンタンとセックスしてるとなんか小学生とセックスしてるみたいでなんか変な罪悪感があるんだけどなんか身長低いことをセックスするとなんか変な罪悪感が出てくるんだけど、何なんだろう、大丈夫なのかなっていう。相当なおばさんだから大丈夫なんだけど、いや本当にあるんだよ。なんかねたまにね、これ大丈夫なのかっていう。ああ、寝ちゃった。だってさ、身長150センチって小学6年生あり得るでしょ、あり得るでしょ。で、のんたん体質なのか何なのか分かんないんだけど、これ本当に面白いんだけど、あの毛が生えてないんだよ。あの脇毛とかも生えないの、毛が生えないっていう、なんかそのパイパンなんですよ。で、剃ってるとかじゃなくて本当にツルツルなの、毛が生えないんだって。そう、だからなおさらね、なんかねやってはいけないことをしてる感がすごいんだよ、うん、大丈夫かこれっていうそう、無毛症なんか分かんないんだけど、大人になったら毛が生えるって本人は言ってるんだけど、うん、大人になってないんだよっていう、うん、素晴らしいかどうか知らないけど、うん、そしてね、あの手こきがすごいんだよね、手こきがすごいんだよね。そう、ギター欲しいな。毛が生えてないんだ。なんて読むのかわかんないけど、全部ツルツルだね、毛が生えない。ていうかね、のんたんに聞いたら、のんたんいつもここにまつげのところに黒く、あのアイラインっていうの、ここにいつも黒く塗り残してることがあってるから、おかしいなっつって、でもメイクしてないんだけどなって言ってたので、そしたら、あのタトゥー入れてるっつったら、あ、入れてるよっつって、目にタトゥー入れてたの。まあまあそこまではいいじゃん、このアイラインのところにタトゥー入れてるっていうのは。まあ OK なんだけど、一昨日のんたんの家行ったのよ。そしたらのんたんがいる、なんかガサガサ部屋を片してたら、あ、いろんなの出てきたって言って、ほら和道さんタトゥーマシーンって言って、そのタトゥー掘る機械をなんか部屋の中から出してきたので、俺は気づいたの、あ、こいつ自分でやってるっていう。のんたんね、あのメス、医療用のメスとか、そのタトゥーマシンとかいろいろ持ってて、もう自分の体勝手に改造するのよすごいでしょ、もうぶっ飛んでるから。俺聞いてないけど、多分のんたんの性格だと自分で多分タトゥー入れてんだよね。うん、あー、私もないんだ。タトゥー入れてるって、そのなんつうの、ここの化粧のさ、
そう、全部セルフなんだよ。いや、危ない子だから。うん。で、あと、最近太ったから、太もものところに、なんか線がいっぱい、ここに、なんかあのさ、急激に太ると妊娠線ってできるじゃん。そこにいっぱいその太もも妊娠線できてたから、のんたん妊娠線できたよ、太った太ったイエーイっつったら、あ、違う、和道さん、これ全部メスで自分で切ったのっつって。すごい、肩の傷みたいなのここにバッサリいっぱいあんだよ、もう。すげえな、みたいな、こいつ、みたいな。やることが破天荒すぎるの。すごいよ、もう。だって、のんたんの体、なんかベルセルクのガッツみたいになってるから。ベルセルクのガッツみたいにもう切り傷だらけだから。うん、怖いよ、ほんと。新しくここにこの前さ、首自分でメス刺したじゃん。ズボって。ねえ、やばいやばいっつって迎えに行ったじゃん。あの時の傷やっと治ってるから、ね、ここにもあるから、ガッツだよ、ほんと。ガッツ状態だよ。うん、傷だらけだから、ね。最近なんかその、リストカットだと、こっからここまで全部ブワーってあんのよ。っていうかもう、切ってないところがないぐらい左手が全部リストカットの後なのよ。でもうここにタトゥー入れようかなとか言い始めてるから、やべえな、みたいな。やめとけやめとけ、みたいな。うん。いや、戦ってたとかじゃないよ、もう。すごいよ。うん。超ぶっ飛んでるから。こっからここまで、俺、今までかなりいろんなリストカッターを見てきたけど、こっからここまでだよ。全部だよ。うん。ぐちゃぐちゃですよ、もう。なかなかだよ、のんたんの腕。愉快だよね。全身アートだからね。うん、おは、初見さんおはようございます。楽しんでってください。和道って掘ろうかなって言ってたよ。和道さんマーク掘ろうかなとか言ってたよ。やめとけって。サイコパス的なアート私好きだけど、アートっていうかもうすごいよね。あー、 いってらっしゃい、クミタン、良いお年を。タトゥー痛いだろうね、うん、痛いでしょ、皮膚だって飛ばすんの、パチンパチン皮膚飛ばすんの。ワドマーク結構デザインいいでしょ、あれ。あれはね、島津家の家紋が元になってるから。不思議な世界観っていうか、まあ、のんたんのアートを俺とレクチは見たことあるんだよ。のんたんが美大生の頃に作った絵を見たことあるんだけど、あの、もう世界観がやばいよ。もうその絵を見ただけで、あ、こいつやばいっていうのがわかる。ああ、そうなんだ。うん。釈迦さんおはようございます。私は怖くて耳も開けられないからタトゥーとか倒れる。倒れるだろうね。温泉行けなくなるからね。あの絵はすごい。完全に作家気質。すごい。だって、虫の死骸が絵の中にあるんだよ。意味がわかんないでしょ。一つの絵のでっかいキャンパスの中に、虫の死骸が埋め込まれてんのよ。ところどころに。もうね、完全にアウトサイダーアートなの。もう心の闇がほとばしってんのよ。もうね、何を描いてるかわかんないの。なんか、魔界みたいな。すごいんだよ、とにかく。完全にぶっ飛んでるんだよね。あ、いってらっしゃい。新八信者さん。あと、まあ、のんたんのインスタグラム見るとわかるんだけど、見せようか、今。のんたんのインスタ。なんかね、その、もう、やばいんだよね。病気なんだよね。病気なんだよ、完全に。うん、のんたんの作品見せるか、じゃあ。見せようか。例えばさ、のんたんが学生の頃のこれ作品らしいんだけど、もう病んでるじゃん。
これだから今から10年ぐらい前か、10年ぐらいも作品らしいんだけど、パソコンのモニターが全部内側に向いてんのこれ。これ闇が深いでしょ。パソコンのモニターがさ、10個がさ、全部画面が内側に向いてんの。これやば、なんかもうやばいだろこれみたいな。もうこれだけでも、いやこれは船じゃないよ。だからパソコンのモニターが、昔のパソコンのモニターなのよ。だからテレビ画面だよね。ブラウン管が全部内側に向いてるっていう。うん、とか、なんかもう病んでるんだよね。なんか現代アートみたいなところやってたらしいんだけど、なんかもうこういう作品、なんか造形とか油絵とか造形とかもやってたらしいんだけど、なんかもうわかんないっていう、ついていけないっていうね、うん、なんかもう全部やばいんだよ。なんかねもうついていけないぐらい病んでるんだよね、いろいろ。もうこれとかわけわかんないもんね。ユニークっていうか、なんか結構その、有名な先生に教えられてたらしいの。これがだからその若い頃だよね。若い頃飲んだんだよ。もう何がしたいんだこれみたいな、うん。闇が深いんだよ。いろいろと。これ、ノンタン得意のその虫が入ってる絵だよね。これとか。好きなんだ。これ怖かったよ、実際見たら。これとか虫がその絵の中に入ってる。スリップノットかよっていう。スリップノットの世界でしょ、これ完全に。ノンタンスリップノットとか好きそうだよな。あ、神秘的に感じるんだ。俺怖いって感じるけどね。絵とかもなんかこういう感じなんだよ。こういう絵なんだよ。これ多分一部分なんだよ。これがでっかいキャンパスにいっぱい描いてあんの。なんかもうなんかすごいんだよ、とにかく闇が、うん、で俺をモチーフに羊描いてっつったらこうなったんだよね、うん、俺をモチーフにサムネイルに使えるかもしんないから羊描いてみてっつったら、ノンタンが描いたこんなの使えるかよっていうさ、怖すぎるわっていうね。闇、スリップノットでしょ、完全に世界観が。羊描いてって言ったらさ、わかったーって、和道さんのぽく描くねーって言ったらこうなったかんね。これ T シャツにする？これスリップノットって知らない？スリップノットで検索したら出てくるよ、うん、怖いよね、闇が深い、うん、あー好きなんだ。ノンタンのインスタグラムフォローすれば、うん、結構なんかインスタやってるよ、ノンタン。ポストカードいるか？これ送られてきたら俺怖いと思うけど、なんか悪いことしたのかなみたいな。ジャケット T シャツにする？ノンタンに許可をもらって、あの肖像権をこっち側に譲渡してもらうわ。ノンタンがいいよっつったら T シャツにすっか。彼女寝てる後ろで。ノンタン T シャツ作ろう。ノンタン T シャツ。あー好きなんだ。俺は怖いと思ったけどね。いや昨日の1万回は600回で終わったね。あんまり需要がなかったね、うん、あんまり需要なかった。どうもー。
世に売り出したら売れるぐらい素敵な作品。買うのみんな。買うの本当に。絶対買わないと思うけど。飲んだは今スキヤにハマってるから。なんか昨日の夜いきなりご飯何食べるって言ってたら牛丼食いたいって言い始めたので、牛丼だったらまあ運転しながらブーンって帰ってて、まあ家の近くだったらスキヤと松屋があるよって言って、でそしたらスキヤ食べたことないって言ってて、で俺がまあ相変わらず10分ぐらいスキヤのうんちくを語って、のんたがふん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 ってずっと聞いてて、ふんふんつって、よしスキヤ食べようって言ったらスキヤ食べたので、まあ普通に美味しかったっつって帰ってきたら、朝起きたらまたご飯何食べるっていうのは、スキヤスキヤが食いたいっつって2回連続スキヤに連れてって、スキヤをこうチーズ牛丼を食うと言い始めて、一人でチーズ牛丼大盛りにしようかなとか言って一人で悩んで、カウントダウンやろうか、面白いよな。なんかね、もうほんとね、漫画みたいなんだよな。なんかまあ世界観ぶっ壊れてるのもそうなんだけど、なんて言えばいいんだろうな、多分ねこの中ではのんたんのそのリアルでちょっと痛いなっていう感じが分かるのって、たくみさんとレクチュア会ったことあるんだよ。たくみさんとレクチュア会ったことあるんだけど、結構痛い子なんだよ。なかなか痛い子なんだよ。でも最初はねすっげえ痛いやつだなと思って面白かったんだけど、なんかねだんだん可愛くなってくるんだよね。喋るようになるとね可愛さが出てくるんだよ。いや面白いんだよね。だからまあよく話すんだけど、俺が一番最初にのんたんに衝撃を受けたのが、付き合って1週間ぐらいでその俺の部屋出入りするようになった時に、夜中にいきなりなんかねベッドで寝てるじゃん、寝てたらなんか夜中で隣の方からクシッグシュグシュみたいな、なんか泣いてる声が聞こえてて、俺はもうその時点で結構笑いが込み上げてきてたの。なんか泣いてるやつがいるわ隣にと思って、なんかもうグッグッグッみたいな感じで一人でグズグズ泣き始めて、どうしたのって言って、モンタ泣いてるのって言って、モンタ大丈夫、なんか悲しいことあったのって言ったら、ご飯が美味しいのとか言ってずっと号泣してて何言ってんだこいつとか思って、でどうしてご飯が美味しいのって聞いたらずっと一人でご飯食べてたから全然ご飯美味しくなくて、和道さんとご飯食べると美味しいって言って号泣してたから、ね、あやべえわこいつと思って、超面白いと思って、そっからまあそういうことが多々あるんだよ。なんかでもほんと面白いよ、ご飯が美味しいって言って号泣してる人初めて見たから、俺もう結構面白かったよね、和むよね、なんか背負ってきた孤独がすごいよね、感動するよね、今日もなんかねそのスキヤに行くときに、なんかすごい可愛らしい女の子とかっこいいなんかイケてる男の子がなんか私ずっと待ってたんだよみたいなことやってたの、可愛らしいなんか10代の女の子と16歳ぐらいのイケメンの男の子がなんか冬寒い冬で外で誰もいないところで、私何々くんのこと待ってたんだからみたいなことをやってんのよ。で俺がのんたんってなんかいいね青春してるんだね可愛らしいねって言ったら、あんなの可愛くないって言って怒り始めたの。出た出た出たと思って、またなんか怒り始めたよと思って、全然可愛くないあんなの全然可愛くないって言った、ってのんたんだって若い子でさって違うよって、あの子が可愛いらしいって言ってんのはあの子が美人だって意味じゃなくて、ああいう青春って俺らにもあったでしょって言ったら、私にはそんな青春なかったとか言って怒り始めてごめんのんたん、私にはそんな青春なかったもんとか言って、ごめんねごめんねつって、すごいよ、めちゃめちゃ激横だったから、実に面白いよね、残念なことだろ、マジで最初付き合いたての頃なんか
メロンパン1個とかしか食わなくて、やばいなと思って。ご飯何するって言ったら、セブンイレブンがいいって言うから、うーんって。なんかでも、せっかくだからおごるよって言って、なんかちょっといいよって、そんな高いものできないけど、付き合いたてだしおごるよって言っても、いや、セブンイレブンがいいって言って、何買うのかなって言ったら、メロンパンって言って、ずっとメロンパンを食い続けんの。ずっと同じメロンパンを食い続けんのね。で、1日1個それしか食べないのよ。で、なんでメロンパンなのって聞いたら、俺が放送で、その、2ヶ月ぐらい前かな。2ヶ月か3ヶ月ぐらい前に、その、メロンパン、セブンイレブンのメロンパンがリニューアルをして美味しいっていう話を放送でしたんだよ。その付き合う2ヶ月、3ヶ月ぐらい前に。それからメロンパンしか私は食べてないって言い始めて、やべえな、こいつと思って。マジ和道信者なんだよ。和道さんが美味しいって言って、メロンパンが美味しかったから、私はそれ以来、ほぼメロンパンで生活してるって言った。うん。いや、だから、なんつうんだろう。彼女にとっては、本当に、その、のろけで言ってるんじゃなくて、のろけで言ってるんじゃなくて、彼女はテレビを一切知らないし、見ないのよ。で、ほぼインターネットの生主をずっと見続ける日々だったから、その生主イコールそのなんつうの芸能人みたいな感覚なのよ。そうなんて言うんだろうな、そう本当にテレビのタレントとか知らないの。だから今日芸能人のノンに会ったよって言っても、誰、何それ浮気でしょうとか言い出すの。いや違くて、ノンって言って、アマちゃんっていうドラマで国民的今美少女のつった、何国民的美少女と和道さん浮気したんでしょうとか、あもうめんどくせえわと思って、あもういいやってなるんだけど、わかんないテレビのタレントとか、昭和ぐらいで止まってるんだよ。だから本当にそのなんつうの、テレビの取材とかでも、なんかもう結構痛い発言を繰り返してんだよ。プロデューサーさんとかディレクターさんの前で、なんか和道さんがいかにかっこいいかみたいなプレゼンをずっとしてんの。そうなんだよ。うん。サンライスって言うんだ。芸能人オーラすごい。いや、わかんないけど。芸能人オーラはわかんないけど。あ、でも、芸能人オーラあるよね。うん。そう、だから彼女にとってはね、その、向こう側の人なんだよ。未だに目合わさないんだよ。ありえないでしょ。ありえないでしょ。もう付き合って何ヶ月経つ ?4 ヶ月ぐらい経つんだよ。未だに俺と目を合わせることができないんだよ。すごいでしょ。なんでかって聞いたら、和道さんがかっこよすぎるからね。笑えない？もうギャグでしょ、ここまで来たら。和道さんがかっこよすぎて、目と目を合わせることができないんだよ。楕円形の中に白いこしあんが入ってる。へえ。絶対入ってないね、メロンパンにあんこは。純愛とかじゃないんだよね、だから。ピュアか。ピュアではないだろ。どこがピュアなんだよ。テレビのタレントくらい分かってよって感じだよ。テレビのタレントが分かんないと結構辛くて、あのね、武井壮のさ、猛獣をいかに倒すかっていうコントあるじゃん。武井壮が、テレビ出たての時に、ライオンをこうやってやって、こうやってやって、こうですよとかやるじゃん。わかる？あれを YouTube で見てて、いや、このネタ面白かったよねって言ったら、のんたんが知らないと。武井壮ってやつ、面白いのみたいな。なんか、香川さんとどっちが面白いのみたいな感じで聞いてくるから。いや、でも全然違うわ、つって。とりあえず見ろって言って、その、武井壮を2時間ぐらい見せたの。その、室伏伝説とかさ、その武井壮の、なんか、なんつうの寝ないエピソードとか、体をいかに鍛えてるかみたいなエピソード見せたら、もう武井壮に余って、一時期、なんかコンビニ行く時とか、外にいて猫とかがいると、あの猫をこうやって掴んで、バーンとか一人でやってたからね。やべえな、みたいな。今このネタ
今このネタやってるののんたんだけだよって言って、もう動物見つけるたびに あそこにいる鳥をこう掴んでこうやってバーンとか一人でやってるからね。すげえなこいつと思って、旗から見たら相当痛いやつだからね、うん、そうだからもう基準が全部生主なんだよ。そう、新しいフォロワーさん紹介します。ケイスケさんフォローありがとう、うんうん、本当にテレビのネタは分かんないね、うん、でよ俺がよく YouTube でまっちゃんとかガキツカとかよく見てんだけど、やっぱついていけないのよ。でどこら辺でついていけるかなと思ってついていけたのがやっとゴレンジャイだったからね。赤レンジャイ青レンジャイっていう昔のごっつええ感じのコントがあったんだけど、多分俺が小学生とかのんたんが中学生ぐらいの時、ここでやっとついていけな、これは知ってる懐かしいって言ってた。大晦日なんでちょいと忙しいのでまた来ます。今年最後のワドさん見れてよかったです。はいはい、良いお年を、つかつちゃんバイバイ。いやー俺もテレビ見なくなって4年ぐらいだけど、まあテレビ見ないとこうなるのかっていう、うん、これは見たことあるぞ私みたいな、全部古いんだよね。ていうかね、もう知ってることがね、だいたい2チャンネルの情報と2チャンネルの情報とほんと配信のことだけ詳しいんだよ。それ以外はね全くついていけないっていう、うん、なんか昨日か一昨日もなんか香川さんの神回を見逃したってすげえ悔しがってたよ。香川さんの神回を逃したって言ってすごい悔しがってた。生放送見逃して悔しがる人初めて見たから、ちょっとウケるなぁと思って、痛いやつだなと、だからさ本当の引きこもりだから面白いんだよ。もうね、なんか知らない前提でもう話すのが当たり前になってきて、昨日の夜の会話なんて面白かったよ。もうね、のんたんは世間知らずなのがだんだん分かってきたから、俺の質問が結構ありえないんだけど、のんたん、スターバックスって知ってる？っていうところから始まったからね。そしたらのんたんがクッと振り向いて、聞いたことはあるって言って。ドヤ顔で、うん。スターバックスっていうのは聞いたことあるよって言って。のんたん飲んでみる？って言った。うん。スターバックスは何が売ってるの？ご飯は売ってる？って言って。牛丼食べる前にスタバ連れこってこうとして。ほんとね、ドーナツみたいなのがあって、うん、お腹はいっぱいになるよ。つったら、じゃあ行ってみよう。スタバはどこにあるの？って。うんとね、今夜中の1時だからね、スタバはね、六本木しかやってないよ。つったら、六本木は遠いからやだ。スキヤに行きたい。そっか、じゃあスキヤ行こう。スタバを知らないってすごくない？東京に住んでてスターバックスに行ったことがないってなかなかだと思わない？うん、そんな人いるんだ。子供がいるとテレビ見てなくても情報、あー子供のネットワークすごいからね。のんたん、のんたん今どこか見てみる。スタバの説明か、もうね、だから何をするにも、もういない、なんだ、知らない前提で話すようにしてるね。俺は。もうめんどくさいから。のんたんここで寝てるね。うん、のんたんぐっすり寝てる。爆睡ですよ。逸材だよ。本当に逸材だよ、これ。本当、天才だと思ってるからね。うん、なんかね、ほんと宇宙人みたいな感じ。本当に ET みたいな、そう ET なんだよ。 ET ってさ、もう地球のものが珍しくて、なんかこうリアクションが面白いじゃん。ET だよ、ほんと。俺は今宇宙人をこう外に連れて、こう、のんたん天才だよね。
のんたんはなんかその配信者やろうとしたんだよ。でやろうとした理由がふわっちで金を稼いで個展を開こうかなって言ってたよ。なんか個展を開きたいらしくて、でふわっちでなんかお金を稼いでなんか個展を開いてリスナーさんを招こうかなとか、なんかわけのわかんないこと言ってたけど、まあ面白いからやれって言ってんだけど、うん、多分あれだろうね、配信者やったら速攻で俺抜かれるだろうなって思ってるね。俺ぶっちゃけリスナーで見てみたいもんね。ただね、あののんたんはあのいじられた方が面白いと思うよ、うん、ピンの放送でうまくいくかって言ったら喋りができないから、うん、あの面白くなるかどうかわかんないね。ちょっと素材はいいんだけど、やっぱ配信って結構テクニカルだから、うん、個展開いたら見に行きたいよね、ちょっとね。あとね、のんたんはあの結構気が強いの。気が強くて結構知ったかぶるんだよ、いろんなこと。でもまあ間違ってることが多いので、俺にボロボロに論破されて結構しょぼーんってするんだよ、うん、結構ね、何でも知ったかぶってできるできるって言って何でもやるんだけど、やっぱ失敗するんだよ。ちょろっと失敗して俺につつかれてこうしょぼーんってしてね、結構へこんで体育座りとかしてんの、こうやってそれがねちょっと面白いんだよ、うん、絶対ね間違ってることは認めない、うん、それがねちょっと面白いんだよ、うん、例えばさ、なんか、あれなんだったっけなみたいなことを俺が言うと、のんたんが、あ、わかるよみたいなこと言って、なんかググったりとかしていろいろやってるんだよ。で、30分ぐらい経つの。もうずっとググってるの。もう知ってるんじゃねえのとか言って、あ、もう実は俺わかってるからとか言って、目の前でダダダダダダとかやると、のんたんがしょぼーんつってもうこうやって。また負けたみたいになる。うん。シュンってなる。いや、いじめてるわけじゃなくて、いじめてるわけじゃないんだ。しばらく見守るんだけど、もう意地になって、なんか、何でもやりたがるの。そう。あと、そもそも、のんたんと出会ったきっかけっていうのが、そう、なんかね、超面白かったんだけど、俺ドラム配信よくやるんだけど、のんたんが家にドラムセットがあると。で、叩ける場所もあるから、提供するよっていうところから出会いが始まってて、でドラムセットって結構大きいから、レクチって今いるじゃん、レクチを呼んで、ちょっとのんたんでほらオフ会にいたでしょって、あの子の家行ってみないって言って行ってみたのよ。でその倉庫の中を漁って、あ、ドラム出てきた出てきたっつったら、あの一番さ、ドラムで一番重要って言われてるのがバスドラムって言って、一番でかい太鼓あるでしょ、あの足で踏むやつ、あれだけなかったの。もう超爆笑だよね。ドラムセットでスネアドラム、タムタム、フロアタム、ハイハット、シンバルはあるのに、バスドラムがないってどういうことみたいな。で、普通バスドラムを一番下に置いて、タムタムとかをこう、組むのよ。だからバスドラムがなかったら何にもできないのよ、ドラムセットって。で、これすげえなって、バスドラムどこ行ったんだろうね、のんたんつったら、もうのんたんこんなんなってて、うーんつって、なんでないんだみたいな。バスドラないのは笑うでしょ、うん、バスドラムだけないんだよ。で、まあいいやつって、で家にカラオケがあったから、そのカラオケやってたの、レクチと俺で。で、カラオケで遊んで解散ってなってたんだけど、で、そののんたんはカラオケやりに来てよ、ワドさんって言うから、プライベートでもカラオケやってたの。そしたら、そのカラオケルームがあるんだけど、その、なんか、ここで配信やろうよって、カラオケ配信ここでやろうってのんたんが言い始めて、で、Wi-Fi あんのって、ここ電波ないじゃんって言ったら、のんたんが勝手にそのダムに電話して、そのカラオケ Wi-Fi
セットしたんだけど、うんこちびるぐらい家族に怒られたらしい。勝手に何お前 Wi-Fi セットしてんだよっつって、誰が払うんだよっつって、くっそ怒られたらしいから。そう、よかったよね。なんか要は和道と遊ぶ口実が欲しくて、あの手この手でいろいろね、巻き絵を してたらしいよ。うん、のんたん癒されるよ。なんかでも可愛いよ、可愛いおばちゃんだからね。いやもうエピソードキリがないよ、いろんなこと。のんたんはね、仕事してないね。のんたん仕事してない。なんだ、全然仕事してない。けなげとは違うんだよな。なんかとにかく面白いんだよね。浅井さんより浅井さんと同じぐらい面白いんだよね。でやっぱりね、浅井さんがアンテナの張り方すごいから、なんかもう浅井さんとの会話が超面白くて、最近浅井さん全然来てないんだけど、そうね、なんかね、浅井さんの家に行ったら、なんか隣の部屋が空いてると、浅井さんの家があって隣の部屋が空き家だと、でのんたんのために私借りるからとか言い始めて、ちょっと待って浅井さんみたいな、なんでのんたんと住むのみたいな、いや彼女の才能を開花させるには私との生活が必要ですみたいなこと言い始めて、何言ってんだこのおばさんとか思って、やべえなと思って。のんたんと一緒に住むとか、俺仕事バイトはしてますね。10月ぐらいかな、10月ぐらいだっけ、だよね。だからあの時付き合ってないから、うん、あの後だから、うん、どれくらいだったかな、うん、面白いね。絵で食べていけそうっていうか、だから俺はそのなんつうんだろう、俺が彼女といる時の俺の役割っていうのを自分の中に決めてて、やっぱり彼女にアートの活動をやってもらいたいんだよ俺は。金になるとかならないとかじゃなくて、もうこの子は表現者じゃないと生きていけないっていうのが分かってるのよ、俺の中で。そう、まともな仕事なんか絶対つけないのよ。あの、もう話聞いててもさ、やっぱ価値観が違いすぎるのよ。なんつうんだ、ぶっ飛んでるのね、うん。だから普通の仕事は無理だと思ってて、ね、その、なんて言えばいいのかな。要は普通じゃないから、良くも悪くも。で、その、彼女がその絵を描いたりとかすれば、その評価はあるのかないのか分かんないかもしれないけど、彼女は絵が好きなんだけど、だけど、その、なんか、その大学でさ、やっぱ玉美とか、武蔵野美術大学と玉美と、あとどこだっけ？三大美術大学って。どこだっけ？武蔵野美術大学と、玉美術大学と、あともう一個どこだっけ？日本のアート系？美術系の学校って。どこだっけ？誰かわかる人いる？美術系でトップの。どこだっけ？玉美、武蔵美。あとどこだっけ？上野か。上野に大学なんかあったっけ？誰かわかる人いる？誰もわかんないかな？わかんない。なんか、とにかくその日本でトップ走ってるようなところなんだよ。その彼女が大学院も出てるんだけど、美術で。慶応美術か。で、彼女は、あの、玉美だったのね。玉美の、その現代アートみたいなところをやってて、なんか簡単に言うと、村上隆とかが先生だったんだって。村上隆とかの助手とかをやらされてたらしいんだけど、もうやっぱり、その、日本の現代アートの最先端みたいなことをやらされて、めっちゃブラックなんだって。もう、なんか自殺する、クラスメイトとか3人とか自殺しちゃったりとか、なんかもうみんなリストカットしてるとか、なんかもうみんななんかコカインとか吸いながらアートしてるみたいな、もう、要は、常軌を逸してる感じなんだって、話を聞いてると。でもみんな心がボロボロになってくのよ。だから、のんたんのさ、その昔の写真っていうのをツイッターにアップロードしたけど、確実に減らってないんだよ。減らる前ののんたんがめっちゃけなげで可愛いのよ。もうピュアなのよ。顔でわかるの。昔の写真見せてくれたんだけど、その大学に行ってからやっぱ頭おかしくなってリストカットが始まったらしいんだよ。でもなんか、病気が始まったらしいんだけど、なんか、
顔がね違うの全然。すごいね可愛らしいのよ。これがね多分ね18歳ぐらいの頃ののんたんなんだけど、顔が全然違うでしょ。なんかなんかメンヘラ臭がしないでしょ。わかる、なんとなく。これ18歳ぐらいの頃、大学に入る前ののんたんなんだけど、こっから心を病んでああいうアートを描くようになったらしい。もうなんか納品とかそういうのでもうガンガンに追い詰められて人格否定ずっとされてるみたいな感じなんだって。それでも絵が描くのが怖くなっちゃったんだって。うん、かわいいよね。うん、それでもうなんかもう絵がトラウマらしい。いけるよな。だからね、なんか絵を描いてあげね、描けるようにさせてあげたいんだよね。うん、なんかそのなんか 絵で一流になるとかそういうことじゃなくて、もう絵描くしかないから。もう悪いけどのんたんつって、あなた絵描くしかないからつって、怖くなったつうかね、やっぱねもう嫌いになっちゃったらしいね。そう、昔はもう作品作るのが楽しくて楽しくてしょうがなかったらしいんだけど、それでね玉火受かってやったーって言ってね、でそのなんかその緩いコースときついかとかあるらしいので、のんたんはそのなんか結構賞とか取ってそのなんか認められてこっちの方来いみたいな感じで、そう、一番現場できついところをやらされたらしくて、科に入っちゃったらしくて、それで心を病んだらしいよ。うん、大学院卒業してるね。うん、大学院だね。うん、コーヒー買ってきていい？コーヒー買ってくるわ。いやー、だから彼女のそのなんかね才能を少しでもね取り戻す手伝いをしたいなと思ってるかな。うん、行ってくるわ。1分待ってて行ってきます。いやでも感性は鋭いよ、やっぱり感性は鋭い。
入れ替えるよ。グッズのデザインだから一回やってもらったのがさっきのやつだよ。サムネイル試しに書いてみてっつって、そう、俺はポップで可愛いキャラクターを書いてっていう意味で羊を書いてって頼んだの。なんか和道の放送のこの辺とかにキャラクターを載せたいから、アニメとかもできるんだったらやってみたいから可愛いキャラ書いてみて、羊さん書いてっつって、俺はポップでモキュモキュした可愛い羊を書いてくると思ったら、和道さん書けたよ羊って言われて、できたのがこれだからね。怖い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 っていう、怖い怖い怖い、可愛くない可愛くない可愛くないっていうアウトサイダーアートでしょこれ。スリップノットだから、スリップノット病んでるから面白いな。コーンの世界だよね。そうだよね、あのメタ、あのハードコアバンドのジャケットだよね。芸術だよね。アングラ感がすごいんだよね。そう、なんかノンタンはね、そのなんかまともな絵は描けないんだよ。なんかね、そのなんかこう世界観がすごいよやっぱり。ネットで売れるかな。ノンタンに聞いてみるよ。試しに1枚作ってみようか、連休だから。のんたんと和道のコラボで T シャツ1枚デザインしてみる。だからのんたんが作家で和道プロデュースで、そう、 T シャツ1枚販売してみる。やってみようか、和道専属デザイナーだから。やってみようか、暇だし。一回だからのんたんに何で書いてもらえばいいんだろうな。多分アナログしか書けないから、なんかアクリル板かなんかに絵描いてもらって、それをスキャンして、でイラストレーターにデータ起こして、俺が補正して、で T シャツにすっか。やっぱね、でもね、作品作る人ならわかるけど、曲作ったりとか、映像作家だったりとか、まあ芸術系の人はわかるけど、やむんだよ。作品作るって本当に大変なんだよ。心がね、壊れるんだよね。なんかね、魂を切り売りする感覚なんだよね、なんか。なんかそう、持てるもの、やっぱ自分にとってベストなものを作りたいわけじゃん。だから、持てる技術とかをふんだんに使うから、そう、なんだろう、すごい病むんだよね。まああとのんたんが初めて俺になんか絵描いてみてっつって描いてくれたのこれだったね、メモ書き、なんかボールペンとその辺にある紙でちょっと描いてみてっつったらこれを描いてくれたね。かっこいいよねこれ、これがパーッとね、なんか 1,2 時間ぐらいで描いた、1時間ぐらいかな、パーって殴り書きでボールペンだけで描いたのがこれ。そうだね、すごいよね。で、これ何を書いたのっつったら、新宿の地図だって言ってたね。のんたんにとっては新宿はこういう風に見えるらしいよ。俺はなんかロボットの絵なのかなと思ったの。なんか人っぽく見えるじゃん、ロボットかなと思ったら違くて、これは新宿なんだよ彼女にとって。そうそう、メモ紙なんだけど新宿の地図らしいよ。ねえ、もったいないよね、そう、これ気に入っててここに壁に貼ってるんだけど、じゃあ今日買い物行くから後でなんか買おうか、画材を。
そろそろのんたん起こすか。のんたん、起きて。起きた？うん。出かけるよ。のんたん、どこに？絵描くから、のんたん今日。え？どこに？新宿歩こ。のんたん今日絵描くから。うん。はい。絵描くって。常にスカイプ、いや後ろにいる。後ろにいる。いやもう俺はほら神だからのんたんにとって俺がやるっつったらのんたん絶対やるって言うから和道がやるっつったらのんたんやるっつうか断らないから。もうね、あの俺がやるって言ったらなんかもうずっと言い続けるの知ってるのよやるまでずっと言い続けてめんどくさいの分かってるから折れないから煙？大丈夫？どう咳の具合？うん、イガイガする。イガイガする？うん。イガイガすっか。どうすっかな。うがい好きな？うがい。うん。初見さんいらっしゃい、ルノさん。おはよう。あんたたち行くわよ、ビビ。オーディオインターフェースはあの外付けのあのステレオミキサー組んでますね。これですね、ヤマハのこれです。ヤマハのね AG03 ってやつ、これ AG03。 いや新宿はね、あれですよ、もうあ年末年始はねどこもやってない。東京は人いなくなるんだよ。すごいよ新宿、誰もいないよ年末年始。今日やってんのかな。ちょっと待って、検索してみるわ。そうだよ、外配信やろうか。今日やってっかな。
今日何日？31だからやってるな。そうだよ、びっくりするぐらい人がいなくなる。ここはやってる。世界道か、世界道、世界道、営業時間、定休日、年中無休、年始を除く。やってんのかな、ちょっと画材買いに行こう今日。世界道、やってるか、のんたん、のんたん、今大丈夫？あのさ、のんたんが描いた絵をスキャンしたいのよ。その場合ってアクリルボードに描けばいい？何でもいいんだよ。いや、違う違う、スキャンディングするからコンビニで、平面的な絵を描かないといけないのよ。のんたんってほら、デコボコさせるじゃん、キャンバスとかに描くとき。紙がいい、アクリルボードがいい。おしっこしてるわ、うん、おしっこ始めちゃったよ、会話の最中におしっこ始めちゃったよちょろ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 っていう返事が来たからもうダメだこれ、うん、いい、後でいい、後でいい、おしっこ終わってからでいいよちょっと待って、うがいか、はいはい、うがいだって。どこに行くの？新宿の駅前に世界堂っていうさ、でっかい画材屋さんがあるからそこ行こうかな、うん、でアクリルボードに書いて原画をここに飾っておいて、この T シャツって売ったらかっこいいんだ。そしたらみんな買いたくなるでしょ。そうしようよ。ちょだから音が聞こえないんだって。何？写真撮ってパソコンに取り込んで、うん、プリントアウトする。なんつうんだろうな、オリジナルのものを何回も経由すると劣化するでしょ、データって。で写真っていうのはさ、空気が入っちゃうんだよ、そこに空間が、光の感じとか。だからスキャンした方がいいの本当は。スキャンしてデータ化して、それをイラストレーターに取り込んだ方がオリジナルに近いの、アナログに近いの。うん。だからそうしたいのよ。聞いてねえな。うん。うん、今時そのデータを取り込むのに写真を撮るってないでしょ。作品なんだからさ。あなたアーティストでしょお客様のところに届けるときに写真撮ればいいじゃんっていう発想がすごいよちょっと考えてよやり方がアナログだよ。ああ、やっぱ可愛いっつってもさ、うん、今21世紀だよ21世紀だよ、もっとやり方あるでしょ。世界道何時からだ。
9時半、もうやってるな。のんたん、外出る準備できたら教えて。はい。プロデュースでちょっとのんたん、のんたん復帰第一作品ちょっとやるか、うん、行動力の塊だから行動力しか売りがないんだって俺、才能がないんだから、うん、行動力だけは多分誰よりもあると思うよ、うん、それだけだもん武器が。冒険家だからね。ああそうだ、絵の具ちょっとチェックしてみるわ。家にあるアクリル絵の具ちょっとどれくらいあんのか見てくるわ。画材さ、アクリル絵の具筆がないかもしれない。筆がないね。のんたんの作品の権利を今手に入れました僕は、はい、売り上げは全部ワドに入ります、決定しましたで一応ここに絵の具あるから、うん、まあ分かりやすいけどもう赤がゼロ、赤だけ使っちゃったから赤と黒だけない、こんだけ絵の具あるんだけど赤と黒だけもうないっていう。よし、のんたんで一発当てるか。よし、のんたんプロデュースしよう。世界的な画伯に。え？なんで？いや、まあそういうもんだから。うん。そういう風になってんの。それが和道システムだから。うん、よし。絵を描こう。のんたんにはあのポッキーとか買ってあげるから大丈夫。その売り上げの一部でこうポッキーとかお菓子買ってあげるからのんたん、のんたんすき家の牛丼とか買ってあげるから大丈夫。紐じゃないよ、全然全然紐じゃない。のんたんに仕事を、仕事を提供する。あ、鶴の神来たよ。ふわっち、鶴の神が来た。新しいフォロワーさん紹介します。ケンスケさんフォローありがとう。鶴の神が来たか、うん、子役の親、うん、いや、のんたんが俺の放送を見始めたきっかけ鶴の神なんだよ。だから実はの鶴の神がいなかったら俺とのんたん出会ってないのよ。そう、うん、鶴の神来たか。なんか鶴の神がだいぶ前なんだけど、俺は和道ファミリーだとかわけのわかんないこと言ってたんだって。俺がほらすごい有名で鶴の神がまだかそってた頃に、俺和道ファミリーだからとか言ってふかしまくってたんだって、いろんなところで。で、そしたら和道って誰みたいになったらしくて、で、のんたんはそう、和道って誰だろうつって俺の放送を見に来るようになった。だから俺とのんたんの出会いは実は鶴の神から始まってんだよ。そうだね、子役の親、まあプロデューサーっていうのはそういうもんだから。
ねえ、ふわっち、どんどん来てるね。いいじゃん、いいじゃん。いい感じじゃん。いいね。外配信の準備すっか。うん、外配信。まあいいか、テーブラで行こう。うん、いやそうらしいよ、聞いたら。もともと俺の放送を見に来たきっかけは鶴の神だって言ってた。鶴の神がね、バールであんなことするとは思ってなかったからね、びっくりしたよね。って思った。マジかよ。若干引いたもんな。のんたん家にアクリル絵の具とか画材いっぱいあんの？え？絵の具は？絵の具はアクリルはね、あんまりない。あんまりない？ 12 色で足りる？足りない？家に行く？家に行こうよ。画材でアクリルボード買って、うん、画用紙でいいよ。いや、嫌なの。アクリルボードをいっぱい飾りたいの。俺アクリルボードが好きなのね。俺ね、子供の頃からなぜか知んないけどアクリルが大好きなの。え、その書いてあるキャンバスみたいな？じゃあこれキャンバスじゃん。違くて、アクリルボードってかっこいいじゃん。なんかアクリル板、うん、アクリル板ってなんか素敵じゃん。なんか硬いじゃん、壊れない感じがするな。高いよ、うん、でもそれは投資するから俺が、うん、だから俺の部屋に飾っていい、うん、で俺がそれを錬金術で俺が金に変えるから、それ、うん、俺が。そしたらのんたん好きや食べれるから、うん、そしたら、うん、そうしよう、うん、よし。で1枚100万円ぐらいで売ろう、うん。じゃあとりあえずあのアーティスト名決めたから俺が、うん、その名前でやってくけどいい？いいよ、うん、はい、マロングラッセのりこでいくからなんかすごいでしょ、世界的なアーティストっぽい名前でしょ、うん、マロングラッセのりこ、うん、そう、これブランド化するから、うん、おい桜子ちゃんいらっしゃい、どうもどうも、来年もよろしくね。そう、世界的なブランドに変えるからね、マロングラスのりこ。テーマとかいらないから、マロングラスのりこの感性すごいから、マロングラスのりこが書いたものがテーマだから、名前長いかな。席残ってんだよねまだね、うん、痛みは引いたかな、肺の痛みは、肺が痛かったかんね、咳した時、痰が絡む感じだよねまだ。まだ準備終わらないの。女の準備は長いんだよ。
ノーメイク、いや分からん、それは知らん。クリエイティブな一日になりそう。そうだね、2016年最後の日に作品を残すのは大事だよね。とりあえず版権は俺が握ったから、もしマロングラッセのりこが世界的なアーティストになったとしても俺が儲かるっていうね、うん、とりあえず権利は抑えたから、権利を抑えるのは一番大事なことだから。そうだね、基本基本え？着替えた？うん、買いに行く？うん、うん、アクリルボードっていくらぐらいすんの？大きさによるけど A4 ぐらい。A4？ うん、500円ぐらいかな。あー俺が投資してやる。あー厚みにも、あー大丈夫、500円ならおじさんが投資してあげる、うん、おいでこっち、みんなのんたん会いたいって、年末の挨拶して、年末の挨拶か考えてみて、おいでおいで、のんたん寝起きののんたんです。はい、おはようございます。今年は皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ああ、うん、ああよくできたね、うん、みんなのんたん大好きだって。寝ぼけてんな、うん、のんたん竹井壮好き、うんうん、コンドルがこうやって飛んできたらどうすんの。出ちゃった。キリン、キリンが来たらどうすんの。おべーんってこれなんだった、首が長いから首をガッて掴んで、ガッてバーンボーンってやる、うん、おはようございます。ハートプレゼントありがとう。なんか節子みたいな髪型になってるけど大丈夫、うん、ピチピチやねん。使用感嫌いやねん。行こうかさ、うん、じゃあパソコンちょっと外配信用に切り替えるね。外配信用に一回切り替えます。皆さんお疲れ様です。オツです。オツオツありがとね。外配信します。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。